さあ、今日はですね、このパスパルトゥーアーティストの書いた夢っていうゲームをやっていこうと思います。どうもアザラシです。始めるよ、始めからいきます。えい。まあゲームとしてはね、書いた絵を売っていくっていうゲームです。某バーチャル YouTuber、オメガシスターズっていうね、二人組っていうか姉妹バーチャル YouTuber のね、オメガシスターズがこのゲームの実況をやってるのを見て、いつかやってみたいなと思ってたんですけれども、まあ、Steam にあったんでね、まあ、ただじゃなかったよ。ただじゃなかったけど、お金を払って、1000円で払って、やろうかなと、やりたいなと思ったゲームをついにやることができます。非常に楽しみにしてる。まあ、そんなにってゲームだけどね、そんなにっていう。ああ、いきなり失敗だよ。これ白がキャンパスあれだ、消しゴムにならない。そうそうか、消しゴムなどというものはないか。白が白じゃない。ああ。そしてこう、ちょっと操作性が悪い。一応ペンタブ使って書いてはいるんだけど、それでもこう、ちょっとね、違和感出てくるね。ここは消しとくか。上がなんか影みたいになっちゃうな。まあいっか。最初の一発目はこんな感じでいこう。ピピピピピピ、はい。最初の一発目、私アザラシ、遅刻アザラシを書いておきましょう。遅刻アザラシ、遅刻アザラシ、遅刻アザラシ。こうやってね、絵描いて店先に飾って売っていくっていう、そんなシンプルなゲームです。まあ、今回の企画としては簡単な感じで、分かりやすいものを考えてまして、ポケモン書いていこうかなと。ポケモン、お、売れたらダメだから、売れない程度の下手さで書いていくよ。売れたらなくなっちゃうのね。批判やむなし。ポケモン、剣立ての初代、剣立て初代ポケモン全部書く。第一世代剣立て、ソードシルエット、ソードシルエット、ソードシールド、第一世代全部書く企画です。全部書くまで終われません企画。第一世代全部書く。ただまあ、何を書くかは一応調べてから書く。調べ、横にスマホでね、調べてるんで、これをここ看板ね、看板ってか黒板みたいだね。ポケモン企画、今回の企画だ。いやー、もう根塾長か。はい、今回の企画、ポケモンソードシルエットだ。あ、ちょっ、売らねえよ。こいつは売り物じゃねえ。ポケモン書いていきます。皆さんはね、アザラシが何書いてるのか想像しながら見ていっていただければ、予測しながら書いていてください。何を第一番に書いてるのかな。調べたらね、まあ、55匹売らないっつってんだろ、おじいさん。55匹ぐらいいるっぽい。新しい新作のポケモンに、リエントリーしたポケモンたち。リエントリーかな。なので、何のポケモン書いてるとか、この子たちは新作の方にも行けたんだなっていうのね、思っていただければいいんじゃないかなと。この子たちは新作にも残っていけたんだみたいなね。リストラに合わなかったね、一応。こっちかな、こっちになったかな。咳払いの時。売り物じゃねえっつってんだろ。それは今回の企画ね、企画書だ。
勝手に買おうとするんじゃない。で、そうね、牙があるね、牙があるね。あ、難しい。こう塗り、こう全部バッと塗るのがないからね、非常に難しいです。塗りつぶしツールがないので、そんなもんだけどね、現実はそんなもん。ザザ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 ザ、え、こんなだっけ、こんなだっけ。丁寧に書いていこう、丁寧、丁寧かつスピーディー、丁寧アンドスピード。裏ねえつってんだろ、そのじいさん。それはそれはか、店先に並んでる黒板の、例えばあのね、ランチとかの店とかに出てるさ、今日のランチってやつよ。それをそれを買っていこうとしやがる。うん、こうだな。え、こんなのか。ウィ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 やらないっつってんだろ、じいさん。はい。下手すぎる。はい、ゴース、第1作目ゴース。はい、売ります。まあ見ててくれよ。次、ゴース書いたんでね、次は何買おうかな。あ、あれ書こう、あれ書こう。あ、売ろうかな、釣り上げ、釣り上げ、これで売るわ。喜んでくれて嬉しいよ、じいさん。こんな下手くそないでも喜んでくれて嬉しいよ。てんてけてーん、へい、うぃー、こう、なかなかだね、なかなか難しいね。こうか、こっち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 かな。全体オレンジにするか。全体オレンジで、全体オレンジで、でこうかな。で、ここをこう塗って、ほう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 、で、こうこうやって、お、売り物じゃねえっつってんだろ、おじいさん。いい加減にしてくれ。そしたら、そしたら黒板なんだよ。店が何売ってるかを示すやつなんだよ。そりゃ売り物じゃねえって何度言えば分かるんだ、おじいさん。いいんじゃない、これは。これはいいと思うな。これはいいと思うな。これはいいと思う。これはいいと思う。非常に。非常に簡単で。魚って売り物じゃねえって言ってんだろ、じいさん。いい加減にしてくれ。いい加減にしてくれ、じいさん。すぐ売れて欲しくなさもあるな。こういうのになってくる。ここまでになってくると。すぐ売れて欲しくなさもある。ウィッシュできた。はい。コイキング。This is Koi King. カープキングですね。英語で言うと。ただこれはユーロで売ってるんでね。ユーロって1円、1個あたり何円ぐらいなんだろうね。1個っていうか、1ユーロあたり何円なんだろうね。ユーロ円ちょっと調べていい？ダメ？ユーロ円調べます。ユーロ円。ああ、おっと、またもう買わないで、頼むから買わないで。その黒板を、いろいろ使ってください。ユーロは 122.15 円なんだって。まあ約120、122、売らないよ、もうちょっと高値で売るからね。次何、あ、これ書こう、これ書こう。めちゃくちゃいいじゃん。サンキューってもうちょっと売らないの。店先にコイキンがなくなるのは悲しいので、もうちょっと売りません。次これ書きます。てててててんてんてて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 て
こっちかな、こっち。はい。で、なんかね、鼻が多分赤かったような気がする。鼻が赤かったです。で、こういうイメージ。これも特に水に書いてる。こういうイメージ。あー、失敗しても焦らないこと。焦らないことさ。絵の基本ってのはな、焦っちゃダメ。失敗しても取り戻せると思って、そういう気持ちで描いていこう。ついね、やっぱこう一筆で描くのは美しいんだけど、かっこいいんだけど、まああんまり上手くない人はね、最初からそんな高度なレベルを求めない方がいい。はい、ディグだ。どうでしょう。完璧じゃない？まあ誰が描いてもディグだはディグだだけどな。ディグだ、ディグガだ、ディグだ。はい、じゃあダグトリオも書いておくか、ここら辺で。ぜひね、何書いて何書いてないかはチェックしていってほしい。これ次ダグ、お、売れるか。トレビアン、ちょっと安いね。このディグだ、そんなに安売りはしない。ディグだの安売りはしないと決めているの。ほほ、じいさん買いすぎだろ、さっきからさ。朝のバケットのように新鮮だ。その評価のやつにはこの恋金が売れねえな。辛口の店。なんでこの看板買ってこうとすんだよ。うちの看板を買っていかないで。ダグトリオか、ダグトリオ。あー、そうね。ほう、あ、売ろう、売っちゃおう。第1弾ディグダ売っちゃった。お金稼ぐとなんかいいことあんのかな。それがまあよく分かってないっていうところもあるので、縁取りします。縁取り、ちょっとここはみ出たな。はみ出ないようにするのが難しいですね。ちょっとまあこの辺、あー、売ろうかな。40ドル引き上げて43、今43、売ろうか。多分こっちが一番前、これが一番先頭、前、真ん中、後ろっていう順番にしていこうと思っておこう。うわっ、影、これ岩だよね、多分岩の部分だよね。で、ほ、あ、ニョッキみたいな、ニョッキ。じいさん、本当に買いたがりだな。結構今高値だったぞ。今結構高値だった。心が揺らいだ。へい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 、あ、かわいいもん。はい、ダグトリオ。あれ、コイルはいないの。あ、新作にコイルはいないんだね。へえ、しなかった。ダグトリオ、ダグトリオ、よし、買ってってくれ。ぜひ買ってってくれ、このダグトリオ。いいもんだよ、いいもんだよ。次何かっていうか、これすぐ描ける、これすぐ描ける。描くのイージーだ、ベリーイージーだわ。ちょ、2トンカラーにしよう、3トンカラーにしよう。売らないって、売らないって何度言われても売らないって。あ、今の消さなかったらよかったな。こうして、で、あ、ちょ、こうして、で、こうして、こうして、やっぱこっちかな、こうして、で、あー、高っ。売るダグトリオ売る、売れた。
売らなかった今、やっちゃったわ。まあ間に合わなかった。だるいって言われちゃったな。足は何色？足この色か。岩肌に立つあのポケモン、皆さんご存知あのポケモン。岩肌に立つあのポケモン、目どうすんの？つぶらな瞳だもの。画量転生を書くじゃないけどさ。おっ、じゃあゾンボコンボ。じいさん、頑張りすぎだ。まあ、多分最高傑作、ね。アザラシが吐く最高傑作。ここでこうか。いい。気合の入りようが違う。あ、96高いね。100これなら、100なら売ります。ははは、ウィンウィンの関係を築いていこう。ウィンウィンの関係をね。そしてこれをこうと。ほい、できました。岩肌にそびえる岩肌でこう育成をしようとする謎のクソ、生育しようとする謎のクソ、謎のクソ。また売るもんじゃねえって言ってるのにわかんねえのかよ。売り上げ見てみよう。ペレン、先週とかってなってるの。お、128高え。売ろう、もうちょい売ろう。オッケー。やっぱ色使いが鮮やかな方がいいね。よし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 、色使い鮮やかにしていこう。斬新すぎる色使いしてるね。ちょっとでかすぎた、でかすぎた。よしで、うわ高っ。売らないけどね、売らないけどね。ここまでしちゃうとダメだな。もうちょっと抑えたい、この辺の色を抑えたい、この辺を抑えたい。で白で差し色、っつうのかな。まあこんな感じでしょうね。これ以上良くない、これ以上良くない。ここはちょっとシュッシュッしたいな。よし、 OK。細さが欲しいな。こうか、こうで、まあこんなもんだな。よし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 。じゃあ次、デザインがようわからんやつ描くぞ。こっちか。ゴー。客の評価とは関係なくガシガシ書いてるな。客の評価とかどうでもいいという、そういうところがダメなんだと思う。俺のダメなところなんだと思う。今回これ書いていきますよ。これを書いていく。お、また買おうとする。証拠にまた買おうとする。証拠りはあるのかもしれない。だからその証拠りを認めてやるわけにはいかないのだよ。そいつは売り物じゃね。で、売らないって。売らないと言っている。楽しいなこのゲームは。永遠に遊べるわ。
永遠に遊べる。さあここからだな、まあ、ここまではまあ適当に書いてればいいんだけど、適当だからいいんだけど、あこうって言えばこうだな。売らないよ売らないよ、うちの看板は売らないよ。あのアザラシの方の絵ならもう最悪売ってもいいわ。あっちならあっちなら売ってもいい。あっちはあの、うん、そんなに価値ない絵だと思ってるから。でもあっちは絵だから売ってもいいと思ってる。こっちはね、絵だから売ってもいいよ。でもその看板は売ることは売るわけにはいかない。看板だから、何せ看板だからな。難しい、こっから難しい。でも楽しいわ、このゲーム楽しい、買って正解だった。ぜひ皆さんもね、興味があったら買っていただいて、暇つぶしに使っていただけると。これは実況向きのゲームだな、実況者向きのゲームだなと思うけど、実に実況者向きのゲーム。ここはちょっとね、よくないね。ほほう。んで、白かな。何気にポケモンの絵全部売れてない。何気にもう売るもんがなくて、こんなもん書いてる場合ではないってことになってるけど、はい、ゴースです。ゴース、カラフルにしちゃった。はい、ゴース。じゃあゴーストだ。昔ポケモンカードやった時にこのゴーストがキラで3枚ぐらいなんか持っててね、コインを投げて表が出ないと攻撃が当たらないみたいな確率に。うお、高っ。日上げ交渉、ウィウィ、高いよ、高い、売っちゃう、即売っちゃう。300ユーロ円はすぐ売っちゃう。1ユーロ120円だから300、1ユーロ122円だったから300円かける122ユーロだから、00236000300で00636663か。だから6000円、36000円。おお、高っ。絵が1枚のが36000円で、はい。計算間違ってないよな。36000円、はい。こんな絵いくらでもくれてやるよ。タッカー、ちょっと待って、じいさんめっちゃ今高い値段でこれ買おうとしたね。なんでこんな情熱の絵を描いてるのか、まあ、うん、しゃあない、そう言われちゃしょうがないな。続く。